こんにちは、今日はですね、こちらに、用意をしました、荒川区議選に向けてですね、作った、政策の、48項目というのについてですね、本番で使うチラシの、原稿を、引用しながらですね、お話をしたいなというふうに思って、おります。この荒川区において実現したい、日本全国でもですね、共通の問題になっているものも多いのでですね、ぜひお話をできればというふうに思っています。で、この48項目というのはですね、もうすでに実現をしていることとか、あるいは抽象的なですね、産業振興だとかですね、そういうような抽象的な概念だけをお話しするんじゃなくて、具体的なことをですね、こういうことをきっちりとやっていきたいというような部分でですね、お話をさせていただければというふうに思っています。令和元年の5月1日からですね、私も5期目に選んでいただければ、その最初の日が、5期目の任期の最初の日がですね、令和元年の5月1日ということで、令和の始まりとともに任期も始まるということで、令和元年からのぜひ実現をしたいことをですね、今もいろんな形で働きかけはしてますけど、さらにその新しい任期でこれを実際にやろうということをですね、今日お話をさせていただきます。最初上の方にあるですね、こちらの黄色っぽい枠の中にあるのはですね、不幸の源を断つためにということで、不幸の源というと、よくお話しているのはギャンブル依存症というですね、世間一般では自己責任だということで片付けられてしまいがちなものについてですね、日本全国で見るとものすごい数の方が依存症に実際になっていてですね、そして家族が離散をしたりするような非常に不幸な状況になっていると。それはやはり本人の責任というものも考えなければいけないんですけど、社会のシステムとしてギャンブル場が日本国中ですね、1万箇所駅前でもどこでもあるというような、そういうようなところやですね、政官業マスコミが全部癒着して、その恐ろしさというものを十分広めることができない状況にあるというようなこと等々ですね、そのシステムの部分にやはり責任や問題というものが大きくあるんじゃないかということで、そのシステムを自治体の立場からですね、少しでも壊す方向に持っていくという意味でですね、自分の持ち場の荒川区ではパチンコ屋をですね、新規建設を禁止するというようなことを、条例で規制をできますんで、そうしたことを提起すると。同時にですね、すでにあるパチンコ屋が20何店舗かあるんですけど、そうしたところはやはり社会に対しての害悪の度合いが強いということで、床面積で比例して課税をすると、特別課税という制度が自治体には許されていますので、そうしたことをですね、ぜひやっていきたいと考えております。これ全国の自治体でも同様にやってもらえればですね、国を動かす力にもなるというふうに思いますので、これを力を入れて引き続き訴えていこうと。そしてこの項目の2つ目にはですね、児童虐待の連鎖を防ぐということで、こちらですね。児童虐待というと、もうそのお子さんを救うということは、極めて大事なことなんですけど、暴力を受けているところから救い出すとかですね、一旦距離を置くようにですね、別のところに隔離をして住んでもらうとか、そういういろんな対応も必要なんですけど、同時に、その害を加えている親に対してもですね、いろんな問題を抱えていてですね、その親が抱えている問題の根本を解決していかないとですね、なかなか根本的な
その終結まではですね、いかないと。親子関係を修復するというのも、親の問題を回復しない限りは極めて難しいというか、まあ無理なんでですね、やはり加害、害を加える親に対しては、心理カウンセリングということで非常に有効な手段を使って、その心の問題というものをですね、解決していくというのを自治体として新たに取り組むべきじゃないかと。今はそういうのはですね、希望者のみやっているんですけど、そういうカウンセリングをやりたいっていう、希望してくる人はですね、解決に結びつきやすいんですが、そういうものを頑なに拒む人もたくさんいてですね、拒んでいる以上は、もう解決になかなか進まないというのを、やはり制度としてもう義務でやるということをですね、位置づけるべきじゃないかと。そしてその下の段にはですね、児童虐待、今度そのお子さんが経験者としてですね、親になってからもフォローして、児童相談所というと18歳とか20歳までしかですね、対象になってないんですけど、20歳を過ぎてもですね、その心に受けた傷というのはいつまでも残り続ける方が多いので、カウンセリングでそうしたものを解決をしていくと、癒していくということをですね、やって、その大人になった児童虐待経験者が今度家庭を持って子どもを持った時にまた虐待を潜在意識に突き動かされてですね、繰り返すということがないように、制度としてフォローアップのカウンセリングをやるべきだということを訴えていこうと思っております。でこの項目に加えてですね、次がこのたくさん書いてあるところなんですけど、学校教育の話ですね。日本人として軸を持てる学校教育をということで、たくさん書いてますが、やはり日本を主語とした教育をきちんと、公立であれ私立であれやっていくべきだという思いで書かせて主張をしていくわけですが、例えば一番上はですね、IT 教育というのですね、もう国も推進して地方自治体も進めてるんですけど、荒川区では国が進める前にですね、全ての小中学生にタブレットパソコン1台ずつ配って授業で使うということをですね、始めているんですね。日本全国でもそういう方向に政府が主導してやろうとしているんですけど、これは私は教育を劣化させるやり方であってですね、タブレットパソコン私も日頃から使って便利なんですけど、やはりそうしたものを頼りにして授業を成り立たせるというのはですね、そうしたものがないと成り立たないようなクラスだったり、あるいはそういうものがないと理解ができないような子どもを生み出すわけでですね、そうした道具は道具で大人になってからでもいくらでも使うのでですね、プライベートでも使うと思いますので、学校教育においてはそうしたものとは距離を置いて、読み書き、そろばんや語感ですね、語感を使ったそういう教育をしっかりやっていくべきだということをですね、議会の中で唯一言い続けております。またその次の行ですね、歴史を他人事じゃなくて自分の国の歴史は我が事として学ぶと、先人をわしさまに描いて、朝鮮半島とか、チャイナにこびた歴史観を教育現場に今蔓延していますけど、やたらとこういうところにですね、こびを売ることが素晴らしいことで、善人なんだと、いい人なんだというような風潮がばらまかれてますけど、そうではなくて、先人がどういう思いで歴史を紡いでこられたのか、特に大東亜戦争は、アジアで独立した国がですね、日本とタイしかなかったと、そういう中で、背水の陣を引いて、アジアの民族自決とですね、自分の国の誇りを守るということのために立ち上がったというような背景をしっかり教えていくべきだということを訴えております。
また、その下の幼稚園保育園での漢字算数素読ですね、素読を推進しというのはですね、まあ、幼稚園保育園というのは今のやり方ではですね、まだまだ子どもの持てる力を引き出しきってないなというのがですね、強く感じるところでありまして、幼稚園保育園ぐらいのちっちゃい子だから難しいだろうというのは大人の勝手な思い込みでですね、スポンジのようにどんどん吸収できる、しかも嫌がることなく楽しく興味を持ってできる時期なのでですね、難しいものも簡単なものもですね、全部ごちゃ混ぜにしてもうどんどん、教えていくと、その中でやはり日本人としての軸として大事なですね、まあ、その下に書いてある古典だとかですね、まあ、素晴らしい現代の日本語、まあ、どちらも大和言葉というものが中心になっていますが、そうしたものを学ぶ教育を推進をしていくべきだと考えています。とその下に書いてあるのはですね、そういう我が国の言葉をしっかり学ぶと同時に、英語というものはですね、まあ、世界の中で、必要として使う方は一定割合いますけど、あくまでそれは道具として使う方がですね、磨きをかけてやっていけばいいものであってですね、日本の全国民が英語に詳しくなければいけないわけでも全くなくてですね、勉強するにしても、いろんな分野で勉強するにしても、必要になればそうした英語も、まあ、独自に勉強をすればですね、必要性があればどんどん覚えていきますし、逆にそういうものが必要なくですね、暮らしていく仕事の方もですね、多くいるわけで、英語ができないといけないという脅迫観念をですね、捨てて、それよりも日本人として先人から引き継いできたものをしっかりと自分の血肉にしていくというようなことをですね、やっていくと。そしてその英語と日本語というのを並列でちっちゃい頃からやっていくと、言語のですね、言語中枢というものもですね、発達に混乱が生じるというふうに言われていますので、そうした意味でも特に低年齢ですね、小学校の低学年とか中学年ぐらいは英語というものをですね、過度に教えるようなことは慎むべきだということを訴えていきたいというふうに思っています。まあ、その下ですね、チャンネルアジアをご覧の皆さん、こんにちは。チャンネルアジア運営事務局の栗山です。チャンネルアジアは政治経済を専門としたインターネットの動画チャンネルです。藤井元気先生とか川瀬恵子先生、石橋貴明先生、渡辺哲也先生、西村光雄先生、他たくさんの言論人、また大学の教授陣、評論家の皆様、エコノミストの皆様、たくさん出演していただいています。 YouTube、ニコニコ動画、そして専用サイトのアジャキャスト3サイトに映像をアップしています。専用サイトアジャキャストは前半はタダでご覧いただけますが、後半はプレミアム会員月1050円で視聴することができます。過去に上がった映像も含めて全てご覧いただけるようになっています。ぜひ皆様、チャンネル登録をして、会員登録をしてご覧ください。よろしくお願いいたします。